はいどうも。今回はこの方関連。何？秀吉さんは実在しなかった。いやさすがに実在するでしょ。でも天下統一した人なので、いろいろと伝説が生まれるのは仕方ないよね。そうだね。で、有名なエピソードを取り上げる前に、秀吉さん関連の出来事について、さらっと見直しておこう。まあ大体、学校で習うのは本能寺の変異語だよね。それ以前は信長さん中心だからね。で、気になるのが、82年以前で、信長さんに仕官した年は、スタート地点だからいいとして、ポツンと書かれてる巣の又築城。うむうむ。それが今回取り上げるお話。一夜城とか聞いたことあるけど、どんなお話だっけ？場所は現在の、岐阜県大垣市巣の又町。大体、織田さんと斉藤さんの勢力が、攻めぎ合う場所だよ。ふむふむ。で、秀吉さんは、当時は木下藤吉郎さんだけど、混乱を避けるために秀吉さんで行くよ。秀吉さんは、信長さんから、巣の又築城の命を受けて、蜂須賀正勝さんと共に、巣の又築城に取り掛かるよ。蜂須賀小六さんね。うむうむ。で、武功やはという書物によると、秀吉さんたちは、国境近くのお屋敷、信長さんの側室と、三人の子が住んでいたと言われる、生駒屋敷を拠点にして、そこに、いろいろな専門技術や、専門知識を持つスペシャリストを集めて、彼らと力を合わせて、あっという間に巣の又城を作った、とのこと。スペシャリスト集団。オーシャンズイレブンか。いやそんなに人数少なくないと思うけど。特攻野郎 A チームか。いやもっと減ってるし。それで、信長さん関連の記録といえば、太田雄一さんの新潮後期だけど、新潮後期には、巣の又一夜城の話は出てこないのね。そうなのね。ただ、巣の又要害の修築を命じたと、書いてあるだけ。修築。で、信長さんを勝利に導いた、巣の又一夜城の話を、なぜ太田雄一さんが記録しなかったのかというと、太田さんは、武士であることを重視したので、素性のよくわからない、スペシャリストチームなんか、認めたくなかったから、とのこと。ふむ。そんな、武士かどうかもわからない、怪しげな集団は認めたくなかったのね。そんな感じかな。でもこれによって、信長さんは、斉藤辰興さんを倒すことができて、尾張富野という、大きな生産力を持つ領地を得ることができたので、秀吉さんの巣の又築城は、信長さんが天下統一に近づくために、とてもとても貢献したと言えるよ。そのお手柄があって、秀吉さんの出世があるのね。というのが、有名な巣の又一夜城のお話でい。まあ一夜は無理にしても、3日で完成させたと、あの司馬遼太郎さんも書いてらっしゃるし、それで、信長さん秀吉さんを扱ったドラマでも、決まって巣の又築城のお話が出てくる。の、だ、けど。何？窒息？やっぱり、新潮後期に出てこないのはおかしい。と考える人もいて。じゃあどんな文献に出てるの？詳しいのが、武功やはという文献。1959年に発見された文献で、戦国史を塗り替える第一級資料。と言われたよ。おお、大発見だったのね。それでその、武功やはを調べてみようということになって、いろいろなことが指摘されるよ。ほう。まず、武功やはからわかるのは、西暦で言うと、1566年に、巣の又一夜城が作られた、ということだけど、近くを流れる木曽川って、1586年に、洪水で流路が変わってるのね。濃尾平野の木曽三川、西から順番に、揖斐川、長良川、木曽川ね。これは現代の地図だけど、1586年より前は、木曽川が、巣の又の東あたりで、長良川と合流してたらしい。ほうほう。ところが武功やはは、1566年当時の流路ではなく、新しい方の流路の地図が使われてるよ。なんで当時の地図じゃないんだ、おかしいじゃないか、というわけね。うむうむ。でもまあ、20年しか違わないから、新しい方を使っていても、それほど変では。ということで今度は、武功やはの方の文章も調査されたよ。武功やはには、蜂須賀さんたちが、今川軍の陣に、辛いものにつけを運び込む話があるんだけど。それはなんで？今川軍にのんびりしてもらうためじゃない？そこを奇襲する作戦か。辛いもってさつまいもだよね。うむうむ。甘いけど辛いも。通説によると、西暦1600年頃、さつまいもは琉球に伝来したんだよね。じゃあ1560年の桶狭間の頃には、まださつまいもは日本にないのね。で、当初は沖縄とか薩摩とか、暖かい地域でしか栽培できなかったんだけど、ご存知菅書先生、青木昆陽さんの研究によって、やっと日本の広い地域で、栽培できるようになるよ。青木昆陽さんは、
8代徳川吉宗さんに命じられて、さつまいもの研究を始めるから。18世紀前半か。だいぶ後だね。うむうむ。そんな新しいものが、武甲山では、桶狭間の戦いで出てくる、おかしい、というわけ。ふんにゃ。でもまだ、辛いもは、さつまいもじゃなく、別の芋だったかもしれないし。ということもできる。そういう例はあるの？辛いもを、唐の芋と呼んで、里芋の一種を指した例もあるよ。そうなのね。ということでさらに。いやもう調べないであげて。武甲山に出てくる、地名も調査されたみたい。武甲山には、富加という地名が出てくるのね。でもこれ、1954年の町村合併で、できた町名らしいのね。それは随分、新しいね。っていうことで、武甲山って、1954年以降に書かれたんじゃないの？と、疑われるわけです。偽書なのか。ただこれにも反論があって。どんなの？富加堂という呼び方は、戦国時代にも使われた可能性があると。ほうほう。その他いろいろ、武甲山には新しい言葉が出てくるけど。それも、よく調べてみると、昔から使われている例が、見つかったりするらしい。つまり、新しい地名とか言葉とか出てきても、決定打にはならないわけか。怪しくはあるけど。八尾津、という地名も武甲山に出ていて。これも、1889年から使われ始めた地名とされてるんだけどね。ふむ。それもひょっとしたら、もっと前に例があるかもしれない。って考えちゃうね。ただ武甲山の一番の弱点は、原本が、一般的には公開されてないこと。原本を調べられないということか。一部の限られた人だけ、調査することができたみたいで。ほう？例えば大和田哲夫さん。戦国時代の専門家として有名な方ね。で、大和田さんが、原本を調査した結論は、少なくとも、近代になって捏造されたというのはありえない、と。おお、一夜城の夢が繋がった。そして、最初の武甲山は、寛永期まで遡れる可能性がある、と。寛永って言うと、三代徳川家光さんの頃か。うむうむ。最初の、というのは？武甲山には三種類あるそうだよ。ふむ。これの、最初の三巻本が、寛永期まで遡れる可能性があると。まあ戦国時代までは無理としても、十分近い時代じゃないかと。うむうむ。で、新しい言葉が出てくるのは、その後書き加えられたから、ということかな？そうなるんじゃないかな。まあそれでも、一部の人しかチェックできてない、というのは弱点だけどね。じゃあ、武甲山以外で、一夜城の記録は？さっき出た、新朝後期では、両替の修築と書いてあるそうな。修理っぽい記述ね。古くからの蜂須賀家の家伝には、一夜城の記録はないよ。大手柄なんだから、大々的に書いてても良さそうだけど。明治時代出版の、蜂須賀書きには出てくるそうな。明治時代か。美濃国書旧記っていう、著者不明の17世紀の文書にも出てくるそうだけど、詳細はよくわからない。ふむ。1797年から出版された、絵本大公記には、すのまた一夜城がはっきり出てくるよ。絵本？江戸時代の読み本なんだけど、絵と組み合わせてあるので、江戸時代の漫画的なものかな。ふむ。初編だけで終わるつもりが、予想以上にヒットしたので、7編84冊になったそうな。ワンピースか。1797年というと、もう松平定信さんの、完成の改革も終わって、11代徳川家斉さんの時代か。将軍を50年もやって、53人も子供を作った人だね。53人。で、一夜城に話を戻すと、絵本大公記が大ヒットだった影響か。これ以後、いろんな書物で、そのまた一夜城が出てくるようだよ。ふむ。そしてあとは、明確に書かれてる武甲山か。うむうむ。大和田哲夫さんの、原本調査によると、その成立は、寛永期まで遡れる、可能性はあると。うむうむ。火のないところに煙は立たないというけど、元になったのは、両替の修築なのかな？その可能性もある。修築といっても、どれくらいの修築かわからないしね。ほぼ新しい城を作るに等しかった、という可能性も、なきにしもあらず。うむうむ。まあ武甲山には、他にもいろいろ間違いがあるみたいだけど、だからといって全否定しなくていいでしょ。というのが、武甲山支持派の意見のようだよ。ふむ。ということはまだ、すのまた一夜城のロマンは消えてないということだね。だね。一夜城って聞くと、ありえないって思っちゃうけど、もしできたとしたら、どうやったんだろう？って、妄想する方が、面白そうだしね。ふむ。ということで、半額の一夜漬け探してくる。じゃ。あくまで半額は譲れないのね。
ま、いいけど。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。